キャンキャム表皮登場。乃木坂46の山下美月が21日発売のキャンキャム11月号表紙に登場する。山下は2016年にグループの3期生としてアイドルデビュー。アイドル以外にも同誌の専属モデルとして活躍するほか、2021年4月期のドラマ「聞かざる恋には理由があって」で陳情並みのプライム帯の連続ドラマ初出演を果たした。以降も連続テレビ小説「舞い上がれ」などに出演し、女優としても幅広く活躍中。同号の表紙にはオータムカラーのメイクアにちょっぴり攻めたデザインのニットに身を包んだ癒し効果抜群の柔らかい笑顔が印象的な一枚を起用。山下自身もカバーで着た白ニットはモコモコしたボリューム感やデザインに遊びが効いているところがお気に入り。ニットの可愛さにつられていつもと違う表情が出せたんじゃないかなと思うので注目していただけたら嬉しいです。とまさに今回の大特集ニットでシャレルにぴったりな表紙カットとなっている。中ページでは特集にちなんで今シーズンのアイコニックな一目惚れニット4種を紹介。最近はシンプルだけどブランドロゴやモチーフのワンポイントがあるような服がお気に入り、都市服コーデも大人っぽく進化中の山下が気になっていた最旬ブランドの新作ニットに挑戦。ケンゾー、アミパリス、メラント・エトワイル、ギャニーの4ブランドのエセインアイテムを着こなす山下に注目だ。また、セブンネットショッピングでは、特典付き、キャンキャム、11月号通常版が展開。キュートな笑顔、ちょっぴり辛口スタイル、ニットの手袋で顔をむぎゅっとしたカットの全3種から好きな絵柄を1枚選べるフォトカードの特典がついてくる。同号の特別版表紙には、なにわ男子の長尾謙守と大橋和也が登場。シンプルなニットスタイルで見せる、二人の近距離カットはファン必見だ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。